僕自身も初めての舞台なんでね、まあ、どういう、まあ、景色になるのか、まあ、今日公開練習を終えてね、選手の動きは結構良かったなというふうに思いますね。結構いつもよりもフライの練習多く、宮崎の空は福岡に青いんで、非常に距離感が取りにくいということで選手はみんないつも言うんで、結構フライの練習が多かったですね。そう、まあ、でも2軍ってね、ホークスだけじゃないでしょうけど、別に優勝が一番の目的ではないんですけど、まあ、4月は良かったです。でも5月はもう負け越しましたし、で、まあ、オリックスさんがすごい強くて、直接対決で、まあ、確か8連勝、7連勝ぐらいしたんですかね、まあ、そこで、まあ、こう並んだり、首位になったりという、まあ、展開があったんで、まあ、残り15試合は、ね、本気で優勝目指しました。はい、まあ、監督になって2年、まだ一度も使ったことない言葉を使うと、ここまで来たら優勝するぞって言ったら3連敗しました。想定内なんですけどね。ジャイアンツさんは、若手のホープみたいな、立場の選手なんですけど、我が軍は、オールドに頼って、まあ、本来ね、フレッシュオールサイドというか、まあ、ファーム選手権なんでね、若い選手だと思ったんですけど、今年1年間見たときに、まあ、なかなかこの大きな舞台で、その選手にチャンスを与えようという選手がちょっといなかったんで、まあ、ここは、まあ、森がしっかりね、後半戦ずっと投げてくれてたんでね、まあ、一軍との絡みはあったんですが、まあ、投げてもらおうということで決めましたね。まあ、リチャードが、まあ、名誉とは言えない記録、4年連続ホームランですかね、2冠王も、ね、2年連続、まあ、ちょっと後半体調崩したんですけど、明日はぶっつけ本番的に、まあ、スタメン、3番サードで使うんで、まあ、その長打力という点ではね、注目してもらいたいですし、あとはそうですね、入管が三桁つけた、小さいのが2人守ってますんで、まあ、西尾と中田で明日はスタメンみたいなんで、はい、まあ、二遊間の動きにも注目してもらいたいですね。個人的にはなりますけどね、ジャイアンツ時代、まあ、ほとんど一緒にいた選手なんで、まあ、僕らが先に優勝決まった後もすぐずっと連絡してて、勝てって言ったら本当に勝ちました。非常に楽しみに宮崎に乗り込んできましたね。まあ、かつてのね、同じ目的に向かって戦った選手が立場変わって監督として戦うというね、これをまた縁で非常に楽しみにしています。まあ、選手はこういう大きな舞台が、まあ、そうチャンスはないと思うんで、まあ、もちろん緊張もするでしょうけど、やっぱ大きな舞台で、まあ、いかに力が発揮できるかというところで、選手にはやっぱり果敢に、攻め込んでほしいし、攻めていってほしいし、まあ、たとえね、そこで悪い結果が出たとしても、まあ、次に生かせばいいんだっていうぐらいの、まあ、ポジティブな気持ちでね、向かっていってほしいと思います。